スタートしました。ローレルブレオチ、白山ムーン、コースタート、ミッキーアイルもいいスタートを切りました。さあミッキーアイル外からローレルブレオチ一気に先頭に立った。ローレルベローチェ先頭、ミッキーアイル、白山ムーン2番手3番手、その後2馬身切れて4番ビッグアーサー4番手です。あとは3番サクラゴスペル追走、7番のサトノルパン後位につけて、外は10番アクティブミドル3コーナーカーブ、あとは中段ごった返して5番のスノーエンデバー、内は1番のブラビッシモが行きました。あとは12番のウリウリ固まっています。アルビアーノが間から、その後のヒルノデイバロー、外からはアーストニック、内をついてエーシンブルザイは後方から、あとはレッツゴードンキ後方4投目、ティーハーフ、そして次のエンデバー最後方が2番の浮世の風。さあ 600m32秒6、さあ4コーナーカーブ、これから直線コースに入ります。白山ムーン、ローレルベローチェ2頭が並んでいる。そしてその外から接近するのはミッキーアイル、ミッキーアイルが前に接近する。内をついてサトノルパン、外からはビッグアーサー、ビッグアーサーがぐんぐん追ってくる。さあ今度はミッキーアイル先頭だ、ミッキーアイル先頭、残り200、外からはビッグアーサー、ビッグアーサー、ミッキーアイル、ビッグアーサーがかわした、ビッグアーサーがかわした。3番争いアルビアノかアクティブミノルか、先頭は4番ビッグアーサー、ゴールイン、ビッグアーサー、ビッグアーサーです。